お筆先13号、明治10年、1、今日までは何か心配したなれど、明日日からは王冠の道。2、今まではどんな難儒な道筋も見えてあるから断りばかり。3、この先は確か受け合う月日にはどんなことでも危なきはない。4、だんだんとどんな話を聞いたとて世界楽しめ月日働き。5、これからは月日出かける働きに何をするとも誰も知らまい。6、日々に世界のところを見すませば一列子供いじらしいこと。7、月日にはだんだんどんなことでもな、助ける模様せくばかりやで。8、これまでは断りばかり言うておいた、もうこれからは断りはない。9、今日までは何も知らずに人間の心ばかりで心配をした。10、これからは心をしっかり入れ替えて神にもたれて陽気勤めよ。11、したるならそのまますぐにしっかりと利益を表すこれを見てくれ。12、これさえか確か利益が見えたなら、あとはいつでも皆甘露台。13、この先は月日一度を言うたこと、どんなことでも背きでけまい。14、月日より言うたることを消すならば、すぐに退く承知していよ。15、今まではうちも世界も真実の心に分かりさらにないので。16、月日には第一これが残念な、なんとこれをば済ましたるなら。17、この心どうしたならばわかるやら、何でも意見せねばならんで。18、意見でもちょとの人ではないからに、多くの胸がこれは難しい。19、いかほどに難しいことと言うたとて、めいめの子供を意見するぞや。20、この模様どうしたならばよかろうぞ、何でも神の座念表す。21、日々に神の胸にはだんだんと誇りいっぱい積もりあれども。22、この誇り掃除するのは難しい、勤めなりともかかりたるなら。23、心さえ真実神が受け取ればどんな誇りも掃除するなり。24、一列の胸の内さえ好きやかに掃除したてたことであるなら。25、それからは世界中は気が勇む、陽気づくめに一人なるぞや。26、しかと聞け、高山にても谷底も見れば月日の子供ばかりや。27、人間も一列子供かわいかろ、神の残念これをもてくれ。28、これまではどのようなことを見たとても神の方にはじっと見ていた。29、この度はもう日が積んであるからな、どんなことでも皆言うほどに。30、月日には世界中を見渡せど、元始まりを知りたものなし。31、この元をどうぞ世界へ教えたさ、そこで月日が現れて出た。32、この度の月日座念というものは、良いなることでないと思えよ。33、月日にはこの真実を世界中へどうしてなりと教えたいから。34、
それ知らず、月日言うこと皆消して、あとは人間心はびかる。35。この先は、月日の座念立腹を、皆晴らすでな、これが承知か。36。月日にも、座念立腹晴らしたら、あとは珍しい道をつけるで。37。この道は、どういうことに思うかな。よろず互いに助けばかりよ。38。世界中、互いに助けするならば、月日も心皆引き受ける。39。月日にも心引き受けするからは、どんなことでも働きをする。40。働きもどういうことに思うかな。善と悪とを分けるばかりや。41。今日までは、どんな悪事と言うたとて、我が身に知りたものはあるまい。42。この心、神が真実言うて聞かす、皆一列は思案してくれ。43。世界中、一列は皆兄弟や、他人というはさらにないぞや。44。このもとを知りたるものはないのでな、それが月日の座念ばかりや。45。高山に暮らしているも谷底に暮らしているも同じ魂。46。それよりもだんだん使う道具はな、皆月日より貸し物なるぞ。47。それ知らず皆人間の心では何度高びくあると思うて。48。月日にはこの真実を世界中へどうぞしっかり承知さしたい。49。これさいか確かに承知したならば、謀反の根は切れてしまうに。50。月日より真実を思う高山の戦いさいか収めたるなら。51。この模様をどうしたならば収まろう。陽気ずと目に出たることなら。52。この心を誰が言うとは思うなよ。月日の心ばかりなるぞや。53。この務め、高山にては難しい。神がしっかり引き受けをする。54。この旅は、どんなことでも真実に、確か受け合い働きをする。55。神が出て、世界中を働けば、どんな務めも怖みないぞや。56。しかと聞け、高山やとて谷底を、ままに知られたことであれども。57。これからは、月日代わりに出るほどに、ままにしようならすればしてみよう。58。今までと何か文句が違うでな。これから先は神のままやで。59。月日より天下りたる心をな。何のことやら誰も知ろまい。60。第一は流血来るを助けたさ。声一条を教えたいから。61。声でもな、どうして聞くと思うなよ。心を神が受け取りたなら。62。今までは真実神が言うてあれど、うちからしても疑うばかり。63。この度は何を言うても疑うな。これ疑えば月日退く。64。このことは悪どいほども言うておく。これ疑えば誠後悔。65。月日より一度言うておいたこと、いつになりても違うことなし。66。今までは月日何事言うたとて、皆疑おうて言い消すばかり。67。月日には第一これが残念な。何でもこれをしかと決めるで。68。
これからは月日言うこと何事も背かんように神にもたれよ。69。したるなら神の方にも真実に確か引き受け働きをする。70。月日にはこらほどくどき詰めるから心違えばすぐに退く。71。真実に心にまことあるならばどんな助けも違うことなし。72。この先は流家の声を違わんよ。どうぞしっかり承知してくれ。73。今日からは月日の思うことをばな、どのようなことも皆言いかける。74。今までは大抵話も解いたれど、月日思惑まだ言うてない。75。これからはどんな話をしたるとも、これを必ず嘘と思うな。76。どのようなことを言うやら知れんでな、月日の心を据えているから。77。この心、どういうことに思うかな。日本も殻も天竺までも。78。この間、道のりよほどあるけれど、一夜の間にも働きをする。79。この話、人間何と思っている。月日貸し物皆我が子供。80。いつまでも月日じっくりしていれば、いつになりても収まる目なし。81。それゆえに、月日出かける働きに、どこへ出るやら知りたものなし。82。世界中、心すますというからは、ちょとのことやとさらに思うな。83。どのようなことでもめいめい胸の内、すましたならば危なきはない。84。だんだんと、月日日日思惑は、多くの人を待つばかりやで。85。この人をどういうことで待つならば、一列我が子助けたいから。86。今年にはどんな珍しい道筋が見えてくるやらこれ知れんでな。87。口先でなんぼ真実言うたとて、誰か聞き分けするものはない。88。それゆえに、月日この度どのようなことも真実みなしてみせる。89。どのようなことをしたるも人間の心を交じるとさらに思うな。90。月日にはあまり真実見かねるで、そこでどのようなこともするのや。91。いかほどの豪敵たるも若きでも、これを頼りとさらに思うな。92。この度は神が表へ現れて、重要自在に話しするから。93。どのようなことも真実するからは、胸の内より一人澄み切る。94。今までは一列は皆人間の心ばかりで思案したれど。95。この度はどのようなことも人間の心思案はさらにいらんで。96。何もかもどのようなことも言うておく。何を言うても嘘と思うな。97。高山でどのようなものがはびかるも、この真実を誰も知ろまい。98。月日にはどんなところにいる者も、胸の内をばしかと見ている。99。胸の内、月日心にかのうたら、いつまでなりとしかと踏ん張る。100。月日より、日日心せき込めど、そばの心にわかりないので。101。咳込みも何のことやと思うかな。
流血くれば水が欲しかろ。102。この話、皆一列の心には、何と思うて思案している。103。月日には、第一これを助けたさ。そこでどのようなことも言うのや。104。何もかも、月日以下ほどくどいても、まことに聞いてくれるものなし。105。それゆえに、月日の座念立腹が、山々積もり重なりてある。106。今までは、月日来たらんそれゆえに、じーとしていたことであれども。107。この度は、もう火が積んであるからな。どんな仕事も早くかかるで。108。この先は、どのような道があるとても、人を恨みな、我が身恨みや。109。この話、どこのこととも言わんでな。高山にても谷底までも。110。どのようなことを言うのも助けたさ。そこでいろいろくどき詰めたで。111。この先は何を言うてもどのようなことでも悪しきことは言わんで。112。真実の助けばかりをせくからに、そこでだんだん意見したのや。113。真実に心を澄ましたそのゆえは、助ける模様を早く教える。114。この助け、どういうことであるならば、法曹専用の守り務めよ。115。また助け、やまず死なずに弱らんの、証拠守りを早くやりたい。116。何もかも、よろず助けをせくからに、心次第にどんなことでも。117。一列は皆明明の胸次第、どんなことをがかなわんでなし。118。雨乞いも、今まで神が真実に何も言うたることはなけれど。119。この度は、どのようなことも真実を尋ね来るなら皆言うて聞かす。120。月日には何かなわんと言わんでな。皆明明の心次第や。